まだ早いし、どこかへ行く？あら、早いわね。行ってなかったかしら。じゃあ手短に言うわね。地下にはもともとたくさんの空区があったんだけど、ここ数年列海の侵食が広がったせいで、多くの鉱脈で採掘ができなくなったの。私たちが行こうとしてる鉱区は比較的侵食されていないわ。家を食われた流浪者どもが拠点にしたほどだから。流浪者といえば大抵はおとなしいんだけど、人が増えれば中には喧嘩好きなやつも出てくる。そしたらそういうやつらは甲府たちと3日に一度やり合って。でも今回は違った。2日前に突然甲府と流浪者の間で大規模な衝突が起きたの。甲府は地下にとっての命綱よ。地髄の供給を保ってこそ地上と物資を引き換えられるんだから。事態を収めようとボスは遅延を甲府に駐在させて、私に町の治安を任せたの。でも状況はどんどん悪化してる。私も支援に行かないと。地下にはもともとたくさんの鉱区があったんだけど、ここ数年列海の侵食が広がって、私たちが行こうとしてる鉱区は比較的侵食されていないわ。家を食われた流浪者どもが人が増えれば中には喧嘩好き。でも今回は違った。普通鉱区は地下にとっての命綱よ。事態を収めようとボスは遅延を鉱区に駐在。そうだ、あんた、あんたの処遇はボスに会って決めてもらうからね。いいわ、私もちょうど下層部を率いる人と。いいでしょう。あんたもその目で下層部の惨状を見届ける。あれ、お医者さん？ナタまでここにいるなんて、予想以上に事態は厳しいってことね。ナタ、ナタまで来てたのね。ボスは？ゼール、それに散歩のお客さんたち。もうゼールとオレグは見かけなかったわ。甲府たちによると人を連れて奥へ行ったらしいけど。甲府とその家族たち、ことを起こしたゴロツキを探しに来たの。もう少し先へ行けば流浪者たちの拠点なんだけど、今は入り口を封鎖してる。今回の衝突でたくさんの人が怪我をしたと聞いて助けに来たの。どうしてこんなことになったの？第一採掘チームがものすごい広さの地髄鉱脈を発見したんだって。見積もってみたらこの30年間で一番多い埋蔵量だったとか。マジ？そんなでかいニュース全然聞いてないわよ。みんな秘密に従ったからよ。多くの鉱区が列海に侵食され仕事をなくした。このことが公になったら甲府たちに大混乱を引き起こすわ。でも流浪者の目は騙せなかった。このことで採掘チームを揺すろうとしたんだけど、それで甲府たちも我慢の限界が来た。君の考えを理解できないわけじゃない。結局激しい衝突が起きてしまったの。ひどい惨劇だったわ。で、君たちがここにいるのは問題の解決を手伝うため？いいや、それが目的ではないわ。ボスに会いたいって言うから私が連れてきただけ。頼み事があるなら手を貸すぐらいできるわよね。うちらがすごい功利主義の人に聞こえる。へえ、それは親切に。
私は君たちを心優しい人だと思うの。見ての通り、チカは今厳しい状況だわ。新しく発見された巨大トンネル、あそこが衝突の中心になったところよね。さ、前の人寝てるのかな。近づいてみましょう。力になれるかもしれないわ。こんなところでよく寝れるね。すっごい。ほら起きて、お尻にキノコが生えちゃうよ。何？キノコスープ？キノコスープはどこだ？こんなところで寝るなんてありえない。命が惜しくないわけ？ヒノン、あ、そうだ、どこぞのゴロツキが現れて採掘チームとやり合っ、俺すごく眠かったからすぐそいつらに捕まっちゃってさ、遅延が助けてくれなかったら今頃。奥に行ったんじゃないか。鉱脈の方はとっくに武装したゴロツキどもに占領されちゃって、俺たちみたいな一般人じゃどうにも。遅延がないと大航空は完全に奴らのものになるだろうな。どうやらボスはすぐ前のようね。あんたは休憩所に行きな。またチンピラに絡まれないようにね。あ、起こしてくれてありがとう。休憩所に戻って、あの子、第一採掘チームのエレインよ。急ぎましょう、怪我をしてるかも。エレイン、大丈夫？ゼール、ありがとう。大丈夫よ、ちょっとくじいただけ。ちょうどいいところに来てくれたわ。あの流浪者たちにずっとロボットのことを聞かれてたの。本当？あ、まだ中の状況を知らないのね。大航空の行動はすでにロボット軍団に占拠されたの。3つ目の勢力、ロボットが現れた。人間同士の戦いってちょっとありきたりだなって思ってたんだよ。ロボットがどこから来たかもわからない。最初は採掘機械の故障かと思ったんだけど、あのロボットは採掘チームの資産じゃなかった。どこから湧いてきたのか、急に私たちと流浪者を取り囲んで行動への唯一の道も塞いでしまったの。きっと採掘チームの人じゃないはず。採掘機1台でもしんどいんだよ。なのに同時にあれほどの数を操作できる？じゃあ答えは一つね。スバローグ。スバローグ？聞いたことあるような。ファイトクラブで倒したロボットは覚えているか？あ、そうだ、スバローグさんのロボット。説明すると長くなるわ。要するに厄介者よ。まずは他の人を探しましょう。大丈夫よ、ゼーレも皆さんも気をつけてね。人類に敵対するロボット、こんなの初めて。ロボットは何があっても人類。このエレベーター、壊れたのか？なんで反応しないんだ？もういいって。降りたところでどうするんだよ。
ロボットに殺されたいのか。でもこのまま引けば儲け話は。バカ誰が、甲府たちから奪えばいいじゃねえか。この目で見たぜ、地髄を袋に入れるところな。な採掘チームを狙うなんてズーズーしい。片付けが必要みたいね。ルールは破るためにある。まだ立ち上がりますか。即戦即決で行こう。不利になったら尻尾を巻いて逃げ出す。あれ、これなんだろう。さっきの人の落とし物かな。使用可能なユーザーを検索。ピピ、正門を検出。正門の ID 情報を取得。なんと、よそ者なのですね。どういう状況？これが喋ってるの？この世界の技術ではないだろうな。見ろ、外殻にスターピースカンパニーのロゴが入っている。もしかしたらかつて宇宙を旅した人々がここに残した。ピピ、あなたこそ骨董です。あなた、ビビ、いい、もういいです。よそ者、あなたたちはスターピースカンパニーを知っているのですね。それならいいのです。ビビ、自己紹介。私はホーム用探索機リチャード、バージョン 0.63 専門型デラックスエディション。ホーム用探索機カンパニーってそんな商品も出してたんだ。ビビ、本機はノウハスキャンモジュールが破損しています。本機をスターピース電機にお持ちいただくと、お約束の保証期間232年と80。よそ者、スターピース電機に私を持って行って修理に出してください。なんだ、壊れてるんだ。ビビ、そう、それでいいのです。何か探し物があるときはチャーリーに声をかけてください。同点元気、勝負一角。おや、いくよ。おや、見間違いか。やんのか。あれ、あっちが騒がしいね。喧嘩してるみたい。自分の意志で弱い者ばかりを狙う癖して、スバローグの手下どもの前では何一つできないんだね。根性っていうものがありゃしない。ふざけんな、ロボットとやり合ってどうする。お前らこそ善人ぶってこんだ
だけの地髄を独り占めしようとしただけじゃねえか。この鉱山はもともと私たちの縄張りよ。甲府たちが一生懸命働いている時、あなたたちは何をしてたの？食って寝るしか能のない豚どもが人様のものに手出ししようとするなんて、この恥知らず。恥知らず？飢え死に仕掛けてるのに恥知らずだと？わかったぜ。俺たちが全員死ねば食いぶ…まったく話にならないわ。まあよかったわね。おかげさまで鉱脈全体がロボットに占領されて、どっちの…ああ、鉱脈は諦めた。だが忘れたか？何するつもり？警告だよ、遅延が近くに。遅延遅延と、うるせんだよ。奴らは今スバローグの手下とやり合ってんだから、お前らをかばってる暇なんかねえぞ。体に穴が開くのが怖かったら。あいつらやるつもりよ、あの甲府たち。武器をも…乗れ。私も行く。あいつらの好きにはさせない。おっと、これはまたどちら様で？ここが誰の縄張りか知らねえのか？お黙り。少なくともあんたたちのじゃないわよ。さ、全員でかかってきな。こっちは急いでるんだから。この機会を逃さないと。支援開始いたします。まだ立ち上がりますか？ゼーレ、よく来てくれた。もう少しで。ザ子供が。あんたたちが無事で何よりよ。そうだアントニア、ボスを見かけなかった？オレグさん、彼なら人を連れて行動に向かったわ。し、もう随分経つわね。遅延がいない隙に乗じてチンピラ。やはり問題点はスバローグのロボットね。普通のロボットに自己意識はない。奴らの目的は、スバローグはシルバーメインが離れた後に突然現れ、すぐに下層部の一部を制覇した。彼は人類の守護者を自称してるわ。主のない全てのロボットは彼の命令に従う。そして炉心を占領して、どうしてこんなことをするのかは誰も知らない。スバローグはめったに炉心を離れないけど、下層部のどこかで騒乱が起き、ロボットを支配する人類の守護者。へえ、あんたたち喧騒者も全知全能ではないのね。二人ともいちいち険悪にならないでよ。先に目の前の問題を解決して。コークの行動が危ない状態みたいだけど。ええ、放っておくわけにはいかないわ。ボスたちがまだ下にいる。ポンコツなんか怖くない？おお、もしかしてゼーレに実力を認められちゃった？正直なところ、あんたたちの腕前は悪くない。遅延の者がみんなあんたたちのように戦えたら。アントニア、採掘チームを入り口まで連れて行って。ナターシャ、問題ないわ。ゼーレたちこそ気をつけて。この先にはロボットがたくさんいるはずだから。この道で間違いない？塞がれているみたいだけど。知ったふうに言わないで。さ、近づいてみるわよ。完全に塞がれちゃってるね。どうする？この校舎をドカーンってしてみる？待ちなさい。これは採掘チームの資産だから。か、そう言われても。下層部の人間なら校舎の構造くらい知ってて当然。本体とシャーシをつなぐプラグと後ろの輪軸ベアリングが壊れてる。きっと交換できる部品を探さないと。ビビ、良き友人、何か探し物ですか？これ自分から飛び出してきたんだけど。壊れてるんじゃなかったの？ビビ、ノウハスキャンモジュールは破損していますが、手動入力検索機能は。どうぞ。探している対象物の名前を。ふーん、そんなに自信があるなら入力画面を。校舎のプラグ、
校舎のリンジ君、確認、これでいいの？ビビ、要求を処理中。ビビ、マッチング成功。紛失物品、校舎。ビビビビ、類似物品を発見。ホーム用探索機、安全使用ガイドにした。からおすすめ商品を推測。人型自走戦術レンジはいかがでしょうか。ビビ、あなたの検索履歴からおすすめ商品を推測。人型自走戦術レンジはいかがでしょうか。ビビ、あなたの検索履歴からおすすめ商品を推測。人型自走戦術レンジはいかがでしょうか。ビビ、いつスターピース電機に行かれますか。チャーリーがカレンダーにリマインダーを生成します。ビビ、いつスターピース電機に行かれますか。チャーリーがカレンダーにリマインダーを生成します。ビビ、利用規約により本機は検索結果の真実性、信頼性を保証するものではありません。詳しくはスターピービースターピース電機はあなたの頼れるパートナー。やビビ、利用規約により本機は検索結果の真実性、信頼性を保証するものではありません。詳しくはスターピービー、利用規約により本機は検索結果の真実性、信頼性を保証するものではありません。詳しくはスターピービー、いつスターピース電機に行かれますか。チャーリーがカレンダーにリマインダーを生成します。ビビ、利用規約により本機は検索結果の真実性、信頼性を保証するものではありません。詳しくはスターピース電機にお問い合わせください。スターピース電機に行かれますか。チャーリーがカレンダーにリマインダーを生成します。ビビ、利用規約により本機は検索結果の真実性、信頼性を保証するものではありません。詳しくはスタービビ、スターピース電機はあなたの頼れるパートナー。利用規約により本機は検索結果の真実性、信頼性を保証するものではありません。詳しくはスタービビ、利用規約により本機は検索結果の真実性、信頼性を保証するものではありません。詳しくはスタービビ、スターピース電機はあなたの頼れるパートナー。スターピース電機に行かれますか。チャーリーがカレンダーにリマインダーを生成します。ビビ、いつスターピース電機に行かれますか。チャーリーがカレンダーにリマインダーを生成します。ビビ、いつスターピース電機に行かれますか。チャーリーがカレンダーにリマインダーを生成します。ビビ、いつスターピース電機に行かれますか。チャーリーがカレンダーにリマインダーを生成します。ビビ、利用規約により本機は検索結果の真実性、信頼性を保証するものではありません。詳しくはスタービビ、利用規約により本機は検索結果の真実性、信頼性を保証するものではありません。詳しくはスタービビ、いつスターピース電機に行かれますか。
チャーリーがカレンダーにリマインダーを生成します。ビビ、スターピース電機はあなたの頼れるパートナー。ビビ、あなたの検索履歴からおすすめ商品を推測。人型自走戦術レンジはいかがでしょうか。ビビ、いつスターピース電機に行かれますか。チャーリーがカレンダーにリマインダーを生成します。ビビ、いつスターピース電機に行かれますか。チャーリーがカレンダーにリマインダーを生成します。ビビ、スターピース電機はあなたの頼れるパートナー。検索履歴からおすすめ商品を推測。ビビ、いつスターピース電機に行かれますか。ビビ、スターピース電機はあなたの頼れるパートナー。スターピース電機に行かれますか。チャーリーがカレンダーにリマインダーを生成します。ビビ、あなたの検索履歴からおすすめ商品を推測。人型自走戦術レンジはいかがでしょうか。スキップで広告を解除できます。スターピース電機に行かれますか。チャーリーがカレンダーにリマインダーを生成します。ビビ、スターピース電機はあなたの頼れるパートナー。ビビ、あなたの検索履歴からおすすめ商品を推測。人型自走戦術レンジはいかがでしょうか。ビビ、スターピース電機はあなたの頼れるパートナー。ビビッビビッ、類似物品を発見。今回の捜索は終了。スリープモード。どれどれ。ビビッ、これがチャーリーの実力です。めっちゃ便利じゃん。これからは炭鉱が迷子になっても。ビビッ、現在のところ有機生命体の捜索。悪くない考えだが今。ビビッ、紛失物品、校舎の臨軸の装置。ビビビビ、類似物品を発見。ホーム用探索機、アン。ビビ、いつスターピース電機に行かれますか。チャーリーがカレンダーにリマインダーを生成します。ビビビビ、類似物品を発見。今回の捜索は終了。これで部品は揃った。助かったよチャーリー。ビビビビ、どういたしまして。ビビ、捜索完了。スリープモードに移行します。ラッキーだったね。チャーリーがなかったら部…それは大げさだと思うけど。ゼールがやるの。私以外に誰がやるわけ。仮想部の人間は何をするにも自力でやるの。あんたたちも見習いなさい。やった、無事に直せた。なかなかやるじゃない。出発進行。行動はすでにロボットに占領されてるわ。気を抜かないで。止まって。緊急停止。あのタイプスバローグの犬で間違いないわ。怖がることないわ。前にもあんなのを倒したことが。
下手に動くな。ギュッ。生死虚実、一年のマナリ、同天元気、勝負一角。はっ。おや。敵データ収集完了。捕獲マーク起動。愉快な反撃の時間です。悪党め名を名乗れ。オラオラ。殴ったね。あたしを頼れば心配な。ほらよっと。ガガ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 。争いに意味はない。敵ターゲットを確認。ルールは破るためにある。いたずらしちゃうぞ。騒ぎを起こしたくはない。まだ立ち上がりますか。この機会を逃さないで。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。あと少し、あと少し。同天元気、勝負一角。はっ。おや。行くよ。おや。捕獲マーク起動。愉快な反撃の時間です。はっ。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。近くで見るとより壮観だね。これを掘り尽くす日まで地下が持ちこたえられるか。殴ったね。おや。ルールは破るためにある。同天元気、勝負一角。近くで見るとより壮観だね。これを掘り尽くす日まで地下が持ちこたえられるか。この鉱脈、これのために皆さんを見て。スバローグ、大きい鉱脈、これほどの地図見たことない。計算中。平均採掘効率に基づき、この鉱脈はベロブルグのエネルギー供給を231日維持できる。誤差だが、私をここへ呼んできたのは鉱石のためではあるまい。あなたの考えを言ってくれ。スバローグに見せたかったの。たくさんの流浪者と甲府が怪我を負った。ここの人たちを助け。双方の争いは止めた。採掘エリアもしばらく制圧が可能な状態。検討結果、30日間、突然の変数が発生しない。それは分かってる。でもクララはこれじゃ足りないと思うの。採掘チームも地縁の皆さんもスバローグの本当の思いを分かってない。みんなの私の使命は下層部を守ることだ。少数のサンプルから人類の行為は
いつも論理的な計算から逸脱する。彼らがここに現れたのがその証拠だ。セバローグ、前回のケリも一緒につけるわよ。遅延所属のゼーレか。あなたたちの抵抗に意味はない。下層部に残るのが最良の生存戦略。またあんたは計算結果だの生存戦略だの、あんたのくだらない話を聞いてる暇はないわ。さっさと手下どもを引かせなさい。見ろクラーラ、このように過酷な生存環境においても人間は無でも、スバローグ、計算結果を覆そうとする人間は下層部生存戦略の多大なる脅威だ。計算完了。結論は一つ。それにセンスのある着こなし。え、まさかここで引くつもりじゃないよね。あの赤い服の女の子はどうなるの？行くぞクラーラ。外部からの変数が出現したから計算をやり直す。炉心を守るものが必要だ。ミルズ、お願い、あんまり痛くしないで。そろそろ雑魚に飽きてきたところよ。ちょうどいいわ。付き合下手に動くな。おや、即戦即決で行こう。敵データ収集完了。捕獲マーク起動。愉快な反撃の時間です。生死虚実、一同天元家、聖武一角。はっ！ルールは破るためにある。騒ぎを起こしたくはない。はっ！まだ立ち上がりますか？この機会を逃さないで。支援開始いたします。おや？始めようか。手ごわかった。スバローグにはこんな手下が一体どれだけいるの？たくさん。だから遅延も彼を放っておくしかないの。スバローグの勢力は大きすぎて私たちじゃどうにもならない。クラーラ、気にすることないわ。いつもスバローグの後ろについてる子なの。スバローグは彼女を傷つけたりしないから。私も初めて会った時は理解できなかったけど、今ではもう当たり前の光景よ。その必要はない。よくやってくれたなゼーレ。さっきは四方から現れたロボットに襲われて長い戦いになると思ったんだが。ボス、みんなは無事？怪我したりしてないわよね？無事だ。とっくに慣れてるさ。ややこしいロボットの群れもいなくなったことだし、しばらくの間コークは平。それで隣にいる者たちは？ああ、こいつらね。散歩がどっかから連れてきたよそ者よ。遅延に頼み事があるらしくて一緒に来たの。
そんな話は久しぶりに聞く。覚えておこう。遅延は誠実な友を歓迎する。で、こうまでして遅延を訪ねてきたのは何か目的があってのことなんだろう。上でそんなことがあったのね。面白いじゃない。これは今までにないことだ。遅延が地下のことでバタバタしてるときにお前らが言う性格、これは俺も聞いたことがない。だが現地の人さえ知らない秘密といえば、ある人物を思い浮かべる。あの大守護者も彼よりはまともだよ。今の大守護者はペテン師だ。言葉巧みに仮想部を騙し、俺たちの命などちっとも気にしない。そこまで。これ以上大守護者様を侮辱するとは。上層部の娘さんよ、耳障りかもしれないが、これが真実だ。信じられないというなら町の人に聞くがいい。仮想部の恨みは二言三言じゃ説明できないぞ、シルバーメインの小娘だ。では本題に戻って、俺が思いついた人物は、スバローグって、あ、地下のロボットがどうしてそんな重要な情報を握っている。敵？俺はそう思わんな。このお兄さんが言ったように、あれは冷たい機械だ。自分の計算しか信じてない。スバローグは遅延の敵ってわけじゃない。正確に言えば俺たちのことなんか眼中にないのさ。やつは古いものを探すなら、あれほどいい情報源はないだろうな。うん、確かにこの世界は数百年前レギオンに襲われたことがあるね。ロボットは忘れることがないからな。スバローグでさえ性格の存在を知らないなら、俺なら、スバローグと会話のチャンスを作らな。それか、メモリーを渡してもらう。うちらです。どうすれば。俺たちもずっと奴と交渉しているんだが、毎回拒まれていてな。奴は遅延は今日、まあ、なんとも言えんが、具体的な方法は明日にでも話そう。もう遅いし。また休憩なの？この世界の休憩にはとる。それから、シルバーメインの小娘、二人っきりで話したいことがある。いいか。まだ早いし、どこかへ行く？あら、あんたたちがオレグさんの客？ゲーテレストランへようこそ。あ、上層部の立派なゲーテホテルを見た。うん、嫌な思い出が蘇ってきた。あそこはレストランの支店よ。数百年前、ゲーテ家の先祖が何の元でもなしに事業を起こしたの。で、その夢はやがて叶い、地上にも支店を開いたってわけ。夢を叶えるために努力したんだ。オレグさんからはよくもてなしてくれって言われてるわ。はい、ルームキーよ。一番くつろげる部屋をよ。ねね、どうする？もう寝る？それとも周りを歩いてみる？やっと一休みできそうだね。今度こそ無事に朝を迎えられますように。あのオレグっておじさん、誠実そうな人だったよね。二人はどう思った？計りがたきは人心とか言わないんだ。いつも理屈を並べ立てるわけではない。俺の思うに警戒は怠らない。うん、
炭鉱の言う通りだね。この前もホテルで裏切られたばかりだ。ならば今夜の見張りを決めるとしよう。見張り？そんな前時代的なことやるの？わー、急に眠気が。お前も疲れているだろう。無理はするな。私にやらせて。ブローニャ、オレグさんとの話は終わったの？意地悪なことをされてないよね。大丈夫。でも話がうまく噛み合わなくて納得できない部分もあった。一度に大量の情報が頭に流れ込んできたから今夜は眠れそうにないの。信頼してないわけじゃないけど、ブローニャを一人にするのが心配で。だってシルバーメインの一員だし。確かにその可能性はあると思う。シルバーメインはここの、もし誰かがカカリア様を止めていてその結果を教えていたなら。いや、今さらこんなことを言っても意味はない。心配しないで。遅延のオレグは身の安全を保証すると約束した。あの子を失ってしまった。私の願望も貴様らが言う計画も何の意味がある。黙りなさい。私の娘だったのに、たった一人の魂のない貴様らに何がわかる。永遠にわからないわ。永遠に。声が聞こえる。不気味な夢。もう眠れそうにない。散歩にでも行こう。そこにいるのは誰？なんだ、あなただったの。次は後ろから近づかないで。あなたも眠れないの？その気持ち分かる気がする。考えるべき。今は誰もいないし、この機会に一つ聞いてもいい？もし性格を見つけることができたら確実に寒波を止められるの？そんなに自信あるんだ。逆に不安になってきた。子供が雪だるまを作るみたいに簡単なことじゃないと思うけど。本当はあなたたちの言葉をそう簡単に信じられそうにないの。ベロブルグで生きる人にとってあまりにも想像ができない話だったから。カカリア様の命令こそ、つまりあなたたちを捕らえろという命令こそが私にとって合理的なものだった。でもきっとあなたたちの中に何かを見てしまったんだと思う。私には見えていない何かを。このことが私を悩ませている。何があったのかはわからないし、急に態度を変えた理由も不明。でも命令は命令、軍人は命令を疑ってはいけない。弁解の余地をくれるんだ。ありがとう。でも私自身も何度か疑ったことがあるの。最終的にこれまで上層部の兵士たちが前線で何人も命を落としてきた。それでも列海の広がりは一向に止まらない。
カカリア様は全てのシルバーメインを前線に移動させた。上と下を往来する道を封鎖し、供給と地髄の交換を行う道だけを残した。そして私もその決定を受け入れた。まさかシルバーメインを失った下層部がこれほどまでに苛烈な環境になるなんて。お母様の判断は間違っていたのかもしれない。でも私ではあの方の考えを変えることができないの。過去に進言もしたけど。私と一緒に守護者様を説得する気？でもお母様はそう簡単に考えを変え、考えれば考えるほど迷走してしまう。進むべき道が分からなくなるの。あなたの言う通りかもしれない。私ももう少し考えてみる。ねえ、散歩に付き合ってくれる？カソ、こうやって歩くのはいつぶりだろう。まさか知り合って間もない人と慣れない街を歩くことになるなんて。ここは静かすぎて少し落ち着かない。周りが静かだと頭の中の騒音が大きい。大工区の流浪者たちが罪のない採掘者たちを襲ったのもきっとやむを得ず仕方のないことだったんだと思う。ただ理由はどうあれ悪事に手を染めたことは事実。こんな複雑に絡み合った状況の中で秩序を守る者はどう公正と条理の天秤を守れば。手持ちの物資はどれくらい持ちそう？今のはゼーレの声。見に行きましょう。分かった。リベットタウンまで行って物資を取ってくる。でも一人じゃ危ないわ。オレグに行って誰か人をよこしてもらったら。おじさんたちだって何日も寝てないんだし休ませてあげないと。それに無理してついてこられても足手まといになる。あんたも言ったでしょ、ひどい怪我を負った甲府がいるって。今は一個なんで休んでないの？てかこんな時間に何してんのよ。まさかやましいことでも企んでるんじゃな。眠れないから散歩していただけ。証拠もないのに決めつけるのはやめてくれる？あっそう。じゃああっちに行って。待ってゼール、この人たちなら君の力になってくれるかもしれない。前々から主人公オーラを感じていたのは、実は前の航空事件で負傷者がたくさん出てしまったの。それで診療所は常に満員状態。君たちが騒ぎを収めた後から私とゼーレは負傷者の治療にかかりっきりなの。君たちも知っての通り地下の資源は豊富じゃない。そして診療所の医療物資も残りわずか。他の町はここより状況が悪いのよ。コークに流浪者が増えたのも劣界が地下にまで広がったのが原因よ。あちこちうろついてるモンスターどものせいでどの町も被害を受けてる。生きるために必要な設備も劣界に飲まれてしまった。その中から何かを取り出そうとすれば。興奮しすぎよゼーレ、体に良くないわ。私もゼーレもこの町で育ったわけじゃないの。北にある工業の町から来たのよ。今は町の中心部がほぼ劣化に侵食する。もともとはそこで孤児院兼診療所をやっていたんだけど侵食が発生して仕方なく
このボルダータウンにやってきたってわけ。より多くの人を治療するには自分が生きていなきゃいけないでしょ。つまり侵食された町から使えそうな物資を集めればいいってこと？それなら私にも手伝わせて。あなたも一緒に来るの？疲れてるみたいだけど。待ちなさいよ、許可した覚えはないわ。人命に関わることなら人手が多いに越したことはないと思うけど。私も列界には入ったことが。ふん、じゃあ足手まといにならないでよ。ゼーレは拒んでいないわ。君たちの同行を認めたようね。大勢で行ってくれるのなら、じゃあ必要な物資をリストアップしてあげるから待ってて。行き先はリベットタウンよ。北の参道に沿って行けばすぐ見えてくるわ。まずはそうね、骨を固定する鋼板と包帯が切れそうなの。リベットタウンの中心部に市場があるんだけど、住民たちが避難するときまだ品物が積んであったわ。次は医療用アルコール。これは孤児院にたくさんあるわ。子供たちがしょっちゅう喧嘩してたからね。避難するときにそのままにしてきたから探してみて。最後は鎮痛剤。古い実験室に在庫があるはずよ。懸念点、これらがあればひとまず十分だわ。ただくれぐれも気をつけて。鋼板と包帯、医療用アルコールに鎮痛剤ね。覚えたわ、任せて。夕方までには帰って来られるようにしましょう。怪我人たちの治療が終わればやっと私も患者たちの悲鳴地獄から帰る。私たちがここに来てなかったら本当に一人で列界に入るつもりだったの？そうだけど。何よ大げさね、とっくに慣れてるから平気よ。あまりに無謀。シルバーメインの軍機では列界の調査は4人1組で行うことになってる。その上専門の通信官を同行させる必要もある。はあ、何言ってるの？今あんたも言ったじゃない、それはシルバーメインの軍機なんでしょ。それを私に押し付けないでちょうだい。あっちへ行け。着いたわ。ここがリベットタウンよ。懐かしいわね。行きましょう。足元に気をつけて。ここに来るのは久々なの。きっとまたモンスターが増えてると思うわ。ここじゃ何も見えないわね。もっと高いところを探してみましょう。あの丘の上にある建物がナターシャが管理していた孤児院よ。オレグさんが私を拾った後あそこに送ったの。幼少期の半分は孤児院で過ごしたわ。ナターシャの話ではどこぞの富豪がお金を出して建てたそうよ。何はともあれきっといい人なんでしょうね。子供の頃は何の心配もなく過ごしてきた。どうしたのよ、さっきからずっと黙ってるけど。いえ、ただどこかで見たことあるような気がして。何でもない。変なやつ。下を見て、屋台がごちゃごちゃ並んでるのが見える？あれがリベットタウンの市場よ。ナターシャが求めるものもあそこにあるはずだわ。モンスターに気をつけて進みましょう。気をつけて、敵よ。見たところ流浪者ではなさそうね。あれは素人扱いしないで。列界のモンスターについては詳しいから問題ない。準備が整い次第仕掛けよ。
同天剣家超無一角。おや、これはレストラン。ええ、それも町で一番の人気店だったわ。いい子にしてるとナタがここに連れてきてご馳走してくれるの。あなたも来たことがあるの？私がいい子に見える？そんなこと一度もなかったわよ。設備よく整備がされている。長い間放置されていたようには見えない。そういえばそうね。まさかまだ人が住んでるとか。そんなことありえるのかしら。箱がたくさんあるわね。探している物資かもしれないわ。モンスターに気をつけて。避けられそうにない場合、まずはここ一帯の敵を片付けてから収集した方がいいわ。愉快な反撃の時間です。同天剣家超無一角。まだ立ち上がりますか？愉快な反撃の時間です。
自分の意志で結末にたどり着いてみせる。物色したりするのかしら。劣界の生き物は人類の物資を必要としない。仮に奪うとしてもこんな丁寧に持っていかないと。ってことは誰かに先を越されたってこと？多分そう。それにほら、地面に足跡らしきものが残っ、土の匂いが真新しい。行くわよ。この市場を丸ごとひっくり返してでも。こんなところに来たのよ。ゼーレ、別に俺がどこにいようが関係ないだろ。物資をどこにやったの？なかなかやるじゃない。でも私たちがここのモンスターを倒してなかったらどうする気だったのかしら。余計なお世話だ。逃げようと思えばすぐ逃げられたし。まったく口の減らないやつね。じゃあ教えてくれる？それはどうにかな。騙されてるのよあんた。こいつは有名なコソ泥なの。私の記憶が正しければ今着てる服も他のガキから盗んだものよね。それは言いなさい。後半と包帯で何をするつもりだったの？こっちは人の命がかかってる。200は200シールド。私の聞き間違いじゃないわよね。この状況で交渉するわけ？私も任務に出るときはいつもお財布を置いてくるから。本気で渡すつもり？言ったでしょ、こいつはコスト泥で。これもいつものやり口なのよ。違う、今回は違うんだ。お金が必要なのは。また親父を言い訳にするのね。おじさんが知ったらあんた大変なことになるわよ。ゼーレ、もうやめてあげて。エリックっていうのよね。これをも、これは、これは勲章。剣装者が授けてくれたもの。真ん中にある青い石が見える？家族のためにお金が必要なんでしょ。目利きができる人に売れば。ありがとう、ね、でも
一つだけ約束して。今後絶対に物を盗んだりしないこと。分かった。俺絶対もう盗んだりし、じゃあ指切り、嘘ついたらシルバーメインが捕まえに来るよ。落とさないようしっかり持って町に帰って。途中の邪魔者は、ありがとう、名前の知らない姉ちゃん。そのあんたたちも気をつけてな。なんか高いところの建物に、あ、そうだ、一番前の道は塞がれてるんだ。この先に進むなら商店街。わかった、ありがとう。あれ、結構大事なものだったんじゃないの？あんな簡単にエリックにあげちゃって。あの子が改心するならあれくらい大したことない。もし改心しな、幼い頃お母様に教えられたの、人々の心にある善意を守れって。たとえ自分がかすかな光に過ぎぬ、ゼーレ、私はきっかけを与えただけ。何を言ってるんだかさっぱりね。ほら行くわよ。エリックが言ってたわよね、この先は商店街を迂回。この道で間違いない、ここを通れば孤児院に着くわ。ここのお店と看板、見覚えがある。一体いつ。あと少し。痛くも痒くもない。おや、孤児院の入り口よ。どうなってるかしら。もしかしたら懐かしいものを見れるかもしれないわね。この階段随分と狭くなった気がする。
同天元気超無一角ファン。痛くも痒くもない。この殴ったね。ルールは破るためにある。誰かな。星々よ、開拓者たちに真なる祝福を。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。もうすぐで着くわよ。思ったより綺麗に保たれてるみたいね。あの時もみんなで劣界に抗っていたら、こんなに早く帰る場所を失わずに済んだのに。着いたわ。ここよ。あれからかなり経ったのに全然変わって。ちょっと勝手に歩き回らないで。何年も前からここに置いてあるんでしょ。使って大丈夫なの。下層部の人間が使用期限を気にすると思う。使えるものがあることに感謝しないと。あれ、ない。どこにもない。どういうこと。全部空じゃない。一体誰が。気をつけて、後ろに敵が。禁止区域でしかこんなの見たことない。相手が誰であろうと、背後から襲うようなやつには容赦しないんだから。警戒して。ルールは破るためにある。騒ぎを起こしたくはない。礼儀がなってないわ。誰かな。うちの出番。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。争いに意味はない。誘ってないけど。うちなかなかやるじゃん。生死虚実、一同天元気超無一角。誰かな。全ては星々の選択。星々よ、開拓者たちに真なる祝福を。ついてないね。即戦即決で行こう。ルールは破るためにある。始めようか。それ逃がさない。うちの出番。所詮雑魚は雑魚ね。私一人でもやっつけられたわよ。まあでも、これで危険は排除できたわね。確かあっちの隅っこに在庫を置いてたはずよ。小さい頃しょっちゅう外で騒いで怪我をしてたから、さっきのやつに壊されてないといいけど。幻覚じゃない。は？急に何言ってんの。この建物も子供たちの遊具も。どういうこと。十数年前に封鎖されて以来、シルバーメインだって降りてきてないのに、あんたみたいなお嬢様がどうして。
待って、まさか。ええ、その可能性はあるかと。私の記憶があやふやなのも。行こう、もう少し周囲を確認させて。これ、そこで見つけたんだけど。これはブローチ？ナターシャがよく子供たちに手芸を教えてるのよ。どうして私に？勲章をエリックにあげちゃったじゃない。それほど価値があるもん。でも誰かが一生懸命作ったものなんでしょ。頭の固いやつね。探してないのはここだけね。私の記憶が間違ってなければいい。よかった、ほとんど無傷ね。ナタもきっとびっくりするわ。でもアルコールの使用期限はやっぱり確認した方がいいと思う。それもそうね。ん？これ何かしら。これは、これは私が小さい頃に持っていたもの。あんたの小さい頃？それって間違いない？私は昔ここに住んでいた。喧騒者に連れて行かれ、カカリア様に引き取られるまでここに住んでいたの。あんたが仮想部の人間？それよりもカカリアって、あんたあの大守護者の養子なの？そう、私は喧騒者によって定められた継承者。将来ベロブルグを率いる守護者になる存在。お、でもどうして今まで思い出せなかったの？小さい頃の記憶がはっきりとしない。いや、お母様は決してそんなことをしない。決して。喧騒者の話では守護者の継承者は全ベロブルグの中から選定され、その過程は数年、長くて十数年にも及ぶと聞いた。選定の時期になると適齢に達した上層部と下層部の子供は全員テストを受ける。そして最終的に資格を有する一人の子供が。私もそうやって選ばれて地上に行ったんだと思う。孤児院の子供がよく連れて行かれるのは知ってたけど、まさか未来の大守護者がその中にいたなんて。ナタはそのことを知ってるの？ずっと私たちを騙してたわけじゃないわよね。知らないと思う。守護者の後継者を選定する作業は極秘で行われるものだから。その上、選ばれた子供は、私は選ばれカカリア様の娘になった。次期守護者であること以外に他に身分はない。まだまだ力不足であることは否めないけど。シルバーメインの兵士たちが毎日劣界で命を落としているのを知っていたのに、お母様の考えを変えさせる決心がつかなかった。下層部が苦しんでいることを知りながらも何もできていない。かつて暮らしていた地がこんなになるまで私は気づくことさえできなかった。結局私は何も守れなかったの。どうしてこんな私が選ばれたのかわからない。あんたの話はそれで終わり？さっきから泣き言ばっかり。うるさいったらありゃしないわ。私は。何？お涙頂戴の自分語りをしたところで同情を得られると思った？あんたはバカみたいにでかいパレスにこもって考えを巡らせ、たとえ前線に行っても命を懸ける必要がないじゃない。でも下層部の人間はご飯もまともに食べられず生きることにさえ精一杯なのよ。
自分がかすかな光に過ぎなくとも他の人を照らす努力をすべきだってあんた言ったわよね。みんなを守りたいんでしょ。なら泣いてなんかいないで他にもっとやるべきことがあるんじゃないの。ゼーレの言う通り、泣き言を口にしても問題はか。ありがとう。私が落ち込んでいる時慰めてくれる人はいるけど、こうやって厳しい言葉を言ってくれたのは。ふん、慰めるなんてこと私にはできないわ。今みたいのすぐに分かったわ。あんたは背負いすぎなのよ。ベロブルグの未来の守護者として私は常に自分。はいはい、さすがお嬢様ね。未来の大守護者が私と同じ孤児院出身だなんて、とんだ腐れ縁だわ。私が案内するから孤児院を回ってみない？あんたと違って私はちゃんとしっかり覚えてるから。ええ、では少しの間だけ。入る隙がなさそうだ。しばらく二人きりにさせてあげよう。最後は鎮痛剤。近くを探してみるか。よいしょっと。あと少し。あった、ここだよ。ありがとう、パーキンス。どういたしまして、クラーラ。警告、警告、脅威となり得る存在の接近。クラーラを守る防衛モードオン。パーキンス、やめて。この人会ったことがある。悪い人じゃないですよね。了解、脅威対象から除外します。ここは危険だから早く帰った方がいいですよ。あ、クラーラも鎮痛剤を探しに来るろう者のキャンプで怪我人がたくさん出ています。採掘者の方々もですよね。皆さん、はい、この薬をどうぞ。役に立つといいのですが。スバローグはクラーラの家族です。小さい頃にクラーラを引き取り育てた愛好区でのことは本当にすみません。スバローグはクラーラ以外の人間を信用していないんです。コーフとルロー社の間で大規模な争いが勃発したと聞いて、鉱脈のために血を流すことを防ごうとしたんです。地縁の皆さんは人々を連れて仮想部から離れようとしています。ですがスバローグは皆さんに残ってほしいんです。少なくともスバローグの計算結果では自分の責務は孫悟にあると。そのために人類を守る選択をしなければならないと。地縁の皆さんがスバローグと話をしたいのは知っています。でも何回尋ねようとも。ですのでクラーラを信じてください。クラーラが説得してみせます。クラーラ？どうしてここにいるの？あなたは地縁のゼーレお姉さん？ここに来た。ルロー社のために薬を探してる？あいつらやるわね。こんな小さな女の子に探させるなんて。いえ、そういうわけじゃなく、流浪者たちの生活はとても厳しいものなんです。その上
集落には診療所もないので、それに皆さん悪い人ではありません。お姉さん、この薬もともとはナターシャさんのものなんですよね。少しだけ。わかったわ。じゃあここにある鎮痛剤を。わ、本当？ナターシャさんに聞かなくても。ナタのことなら心配いらないわ。きっと気にしないから。まあ私たちの仕事が倍になるけど。本当によかった。あとは帰るだけ。ここは危険だし。よっ、大丈夫です。パーキンスがついているので。そう、それじゃあ気をつけて。後半と包帯、医療用アルコール、鎮痛。さ、行きましょう。時間も予定通りだわ。まだ早いし、どこかへ行く？ナタ、戻ったわ。さすがゼール、いつも時間通りね。見せてちょうだい。後半、包帯、鎮痛剤。ただ、鎮痛剤の量が少ないわね。貯蔵室で何かあったの？クラーラに？そう、あの子がしようとしていることなら大体予想がつくわ。君たちは正しいことをしたわ。でもそうなると。大丈夫、私も手伝うわ。平気よ、診療所は私に任せて。君たち三人はまだやることがあるでしょ。あなたたちの関係ってそんなに良くないの？ブローニャは可愛いわね。オレグさんはスバローグのことについて話し合いたいのよね。安心してちょうだい、うまくいくのを祈っているわ。何？眠たくなったの？あなたは疲れてないの？一晩休んでないのに。私の最高記録は6鉄よ。あんたももっと頑張りなさい。
よ。それぐらい何も言わずにいなくなった回数の記録保持者がここにいるんだから。誇れることじゃないだろう。全員揃ったな。じゃあ本題に入ろう。以前お前たちが言っていた性格、それから上層部での出来事、前に係屋に会った時はただの勢いある小娘に過ぎなかったが、まさか守護者になった後遭遇したお前たちには同情する。安心しろ、遅延は裏切るようなことはし、お前たちの計画は酔っ払った甲府のザレ事と大差ないが、少なくとも筋は通っている。下の奴らはもうとっくに他の選択肢を失った状態だ。ここまで来たらお前らにかけるさ。安心しておじさん、うちらを信じる。酔っ払った甲府のザレ事なんかじゃないこと。よし、じゃあ現実的な話をしよう。お前たちは性格の行方を知りたい。俺たち遅延は仮想、つまり俺たちの目標はスバローグだ。あのボスをどうにかしないと。さ、あいつはロボットよ。話が通じるとでも。スクラップにしてやるのが一番手っ取り早いわよ。ああ、どう転ぶかわからん。どちらにも対応できるようにすべきだろう。もちろん平和的に問題を解決するのが一番だが、遅延はスバローグとの接触を何度も試みてきた。しかし毎回追い返されちまってな。それに俺たちの実力で奴らと衝突するのはリスクが高すぎる。スバローグのロボットは犠牲を恐れないが、だが今は違う。お前たちが来たことでスバローグも外部からの変数が現れたことを認め、状況が変わってきている。ああ、それが一番いいだろう。ちゃんと考えての結論か。まあスバローグの縄張りに行けばわかる。この地下で物事が順調に進むことなどないと。どうだシルバーメインのお嬢さん、俺たちの中でスバローグと対立する理由がないのはお前だけだ。仮想部もベロブログの一部だから、もしスバローグがここの住民を脅かす存在なら、あなたたちの味方をするのも当然。いい答えだ。さすが守護者の責務を引き継ぐ娘。よし、共同戦線を張れたのならこれ以上時間を浪費する必要もない。遅延はずっとスバローグと対立してきた。共に行っても誤解を生むだけだろう。少し離れたところで待機し、万が一の際にはすぐ駆けつけるように。ゼール、もう一度外から来た友人たちと同行してくれるか。任せてちょうだいボス。さすがのうちも予想外。なるほど、モグラ島も遅延の。あ、私がドスクロのフック様だ。何か用？誤解だと思いますよ。僕ですよ皆さん。
オレグさんが手配したガイドは。僕は悲しいです。こんな小さな子供をガイドだと勘違い。はいはい、そんなの気にしてどうすんのよ。逆に聞きたいんだけど、遅延の誰もがスバローグのアジトを知っているのに、あんたが案内する必要なんてあるの？ほら、適材適所と言うじゃないですか。遅延はスバローグの拠点を知っているけど、あんたは入ったことあるの？ね、ありませんよ。でも僕はあの機械仕掛けの集落をくまなく調べ、必ず役に立つであろう。ちょっと、それはどういう意味ですか？この三歩ほど言葉に誠実なものは天地神明に誓って、三歩は常に精神す…はいはい、信じるから早く案内してよ。はい、ではしっかり。ねえ三歩、まだなの？お嬢さん、いくらなんでも1分に1回聞くのはひどすぎません？すぐそこで。ここがスバローグのアジト？もっと物寂しい場所だと思ってたのに。多くの流浪者は一時的にここで暮らしているの。スバローグのすぐ近くで寝泊まりするなんて危険じゃないの？危なくないわ。スバローグは確かに横暴だけど、人間をむやみに攻撃すること、はあ、早々に引っ越していなければ今頃私もこの中の一人に。童話に登場する呪文はここでは通用しないだろう。ぐふ、ちょうど言おうとしたら美月さんが変な呪文を唱え出した。教えてあげましょう。この門の仕掛けはすでに把握しています。スバローグのアジトには誰もが出入りできるわけではありません。認証？はい、認証を得た異端者しか出入りはできません。スバローグの異端者が地底で機械の残骸を集め、それをまさにノーリスクハイリターン。もっと早く知っていれば。無駄話はいいから、どこで認証を受けるのよ？簡単です。流浪者の近くにいるロボットが見えますか？流浪者の一挙手一投足を見守る他に、試練を与えることも任務の一つです。異端者になりたいのなら。それは知りませんよ。僕はスバローグとやり合うつもりはありませんからね。ここの人たち、まるでロボットに管理されているみたい。地上では考えられない光景。上層部のロボットはただの道具に過ぎないのに。スバローグを普通のロボットだと思わないことね。あいつはなんというかすごく特殊なの。こいつよね。なんかすごく簡素な作りだ。起動できるのかしら。うわ、びっくりするじゃない。プロトコル起動、スキャン開始、認証失敗、アクセス許可なし、試練を開始。え、もう始まるの？試練第一開始。来年期間ラップ大会のチャンピオンは誰？来年何ラップ？三歩、答えを知っているか？僕はもちろん知りません。もう頼りになるのかならないのか。はあ、
僕は全知全能じゃありませんので、情報を集めないと何とも。ただそう慌てないでください。答えよ。来年期間ラップ大会のチャンピオンは誰？動くな、すぐに。私は機械の墓地に行く。何を言ってるんだ、お前の部品を。おやおや、ここは本当にいろんな人がいるんですね。騙されないように皆さん気をつけてくださいね。やおやお、役立たずのゴミども。来年期間チャンピオン88ロックボトル、レベ孤独な子が見上げる月。いやいや、超小型推奨。それ誰が機械を動かすなら超小。おいおい、バフロ、本当に頭のいいやつの言うこと聞いた方がいい。超小型推奨振動士マリフ、あいつにしろその。おいおい、試練第来年期間だ。正解。認証結果成功。右手を出してください。右手？はい、何するの？これが認証マークなの？いいですね。あ、この鉄の塊。こいつすごくイライラしてる。うるさいな、早く終わらせ。これのこと？ほら見て。そうそう、これこれ問題。超小型。こんなんも答えられない。やおやお、や来年期間チャンピオン8。孤独な子が見上げる。聞いたか、あのバカどもがコークで喧嘩を始め。言ったろ、しかおいな、いつも二言目にはすばろう。事実だろうが、周りね。補給場所の医療物資が急に増え、多分クラーラだろ。クラーラ、あの子と俺たちじゃ。ロボットの。動くな。私は機械。何を言ってるんだ。
そう問題。おめでとう。こんな簡単な、ねえこれ、あんたをぶっ壊せば認証始めよう。はあ、うちのとっておきをくらえ。同点元気、勝負一角。誰かな。星々よ、開拓者たちに真なる祝福を。ルールは破るためにある。悪かった、許して。いや、ほら右手を。またうち？うん、よし、認証は。とりあえずぜ、こいつなんかおかしい。プロトコル起動失敗。嫌な予感が。修復失敗。脅威を排除するため。やっと頭脳労働じゃなくなったわね。怖くない。ついてないね。即戦即決で行こう。後悔しても遅い。誘ってないけど誰かな。うちの出番。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきをくらえ。始めようか。ルールは破るためにある。争いに意味はない。よし、これでおとなしくなったわ。システムを再起動してみよう。認証システム起動せい。またうちが。いった、前のより痛いんだけど。これで入れるんだよね。スバローグの認証、本当に効果あるのかしら。開け、ゴマ。ほら、この散歩役に立ちましたよね。オレグさんはとっくにこの。はいはい、あんたボスにも言っておくから今は黙っててちょうだい。はい、では一言だけ。この先は未知の領域です。行こう、スバローグを見つけて。もしもし、僕の。門。なんでまた門があるのよ。あと少し。構造から見てさっきの門より複雑そう。散歩、これはどういうこと。散歩、あいつは。え、逃げられた。さっきまでここにいたのに。いつものことだ。またあのロボット。スバローグに会うには他の試練もパスしなきゃいけない。スバローグさんの訪問客を発見。プロトコル起動。なるほど、ロボットを番犬のように扱うなんて最低。絶対効果ないよね。認証失敗。アクセス許可なし。要求拒絶。クラーラさんから権限をもらってください。クラーラ。あ、うちらが大航空で見かけたあの子の立場って何なんだろうね。家族、
悩んでいても仕方ない。確証はないが、一応試してみるとしよう。音声検索中。少々お待ちください。エネルギーコアのペアリングが壊れている。早く直さないと集落が真っ黒になっちゃう。木に再利用できる部品がないか、もう一回リペットタウンに行こうと思うの。音声検索終了。クラーラの命令を継続。またあそこに戻るの？まさか人探しのためにもう一度行く羽目になるなんて。あ、うちらと合流する前、あんたが思うほどいい場所じゃないわよ。確かにあの女の子が一人で列海に行っていると思うと、彼女が見た目ほどヤワじゃないにして。あんたもヤワな見た目してるわよ。よし、さっさと彼女を見つけるわよ。こんな大きな町でどうやって一人の女の子を見つければいいの？クラーラは機械の部品を探すって言っていたわよね。まずはナターシャの貯蔵室に行ってみます。一緒だったロボット。どれも一緒に見えるけど、なんでわかるのよ。何か言ってるみたい。自己回復モジュールの初期化中、クラーラに今日必ず脅威攻防。もしかして攻防にあのモンスターが現…まずい、彼女が危ないわ。早く攻防を確認しに行くわよ。やっぱりあっちに大物がいるわ。クラーラもいる。ええ、今回は人数が多い。警戒して。生死虚実、同天元気、超無一角。警戒して。うちの出番。騒ぎを起こしたくはない。誰かな。全ては星々の戦。星々よ、開拓者たちに真なる祝福を。後悔しても遅い。生死虚実、同天元気、超無一角。痛くも痒くもない。ルールは破るためにある。争いに意味はない。後悔しても遅い。誘ってないけど。全ては星々よ、開拓者たちに真なる祝福を。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。クララ、怪我はない？ありがとうございます。やっぱり一人でうろちょろさせるんじゃなかった。危険すぎるわ。基地の電源装置が不調で、早く直さないと集落のみんなが困ってしまいます。この町に工房があることは知っていたので来てみようと思ったんです。必
要な部品は全部見つけたんですけど、幸い皆さんが助けに来てくれました。ちょうど彼に会いに行くところなのよ。スバローグに会わなければならないような。ダメよ、今回は直接顔を合わせて話したいの。でもスバローグは他人との交流。もちろん知ってるわ。でもあまりにも話し合いを避けるから、今回は絶対に会うことにしたのよ。みんな仮想部のために頑張っています。でもスバローグは人間の感情ではなかったから、彼のところには連れて行けません。スバローグと対立すれば怪我人が出ます。あんたって子は。クララ、前に言っていたよね。スバローグの役割は仮想部を見守り、ここの文明を維持することだって。クララはスバローグのことをよく知っています。この世界ではすごく怖いことが起きています。彼は地上の終焉が近いと。スバローグの計算だと、仮想部の人々の力だけでは、彼の考えた対策は仮想部の人たちを災いの発生源から遠ざけ、私たちを檻に閉じ込めるってわけ。笑えるわ。数日早く死のうが遅く死のうが何の違いもないでしょ。クララは必ず皆さんに恩返しします。そのもう大丈夫ですか。クララは大切な用事があるので。クララ、ゼーレ、もういい。あの子の決心は固い。他の方法を考えないと。あの子すごすぎる。あんなに小さいのに。彼女の物事を見抜く力、自分の考えを貫く力。最後の一言は余計でしょう。どうやらスバローグと直接会うには、まずクラーラを乗り越えなければならない。クラーラとあの門を無視すれば、スバローグは俺たちを侵入者と。ロボットにいい顔も。クラーラは何回も仮想部の人々の力だけでは災いの到来を食い止めることは不可能。それってロボットのロジックに欠陥。いや、彼の計算は非常に正確だ。性格が引き起こすトラブルは現在の遅延の力では解決できない。だが彼の計算は現状より遅れており、そうだ、スバローグに俺たちという存在が計算結果を覆すことができると納得。でもどうやって証明しよう。今回は写真だけじゃダメだよね。方法は必ずある。まずはクラーラを説得。彼女は直接機械集落に戻ったんだ。曲がった、後についていこう。しょうがない、進みながら探そっか。いい感じ。この設備を修理しているのか、クララ。お兄さん、どうして。この2つの配管部品の大きさや摩耗具合が機器本体と明らかに違う。
今破損した部品を交換したのに、いつものように端末が再起動しないんじゃないか。はい、クララはいろんなものを修理してきましたが、スバローグは手伝ってくれない。スバローグに知られたくないの。二人の流浪者のおじさんがうっかり。クララ優しすぎると悪、うん、問題点が見つかったかもしれない。配線を交換したものの、ミツキ手伝ってくれないか。一緒にこれを直そう。また修理するの？本当にエネルギーさ、安心して絶対に大質問は後だ。礼を言う必要はない。これで集落のエネルギー問題は解決したな。はい、外回りのみんなが光と熱源を失わずに済み、クララも分かっています。みんなコークでたくさんの人を助けて、危険なのに街で物資を探した。他にできることがあったらクララ頑張るから、このことだけは。どうやって説得したらいいんだろう。変数はうちらが来たこと、十数年ぶりに外から地下に人が来た点かな。クララは観察が得意なんだよね。うちら3人が仮想部の人に見える？え、装いだけなら確かに他の人と違いますけど。そうでしょ、うちらはこの世界の人じゃないからスバローグの計算には含まれない。もし彼の計算が仮想部の人の力しか計算していないのなら。スバローグはいつから計算を始めたんだ？そのすごく前に仮想シルバーメインが一人地下に来たことで状況が変わったわけだけど、この出来事はスバローグの計算に入ってる？それに、スバローグの計算にうちらみたいな変数は含まれてないよね。他の星？クララを子供だと思わないでください。そんなの大人たちが作った物語だってクララ知ってます。ミツキたちは嘘をついてない、クララ。私は彼女たちを信じる。ブローニャお姉さんも。あなたの気持ちは理解できる、クララ。仮想部を良くしたいけど、誰かが傷つくのは望まない。私も疑問はある。でも直感が、ミツキ、タンコ、それから彼女。この3人、この人たちをスバローグに合わせて、それでも計算結果が一緒か確かめよう。あなたにとっても彼にとっても。分かった、スバローグのところに。本当に？よかった。はい、クララ気づいたんです。クララの力だけでスバローグの考えを変えるには長い時間がかかるって。クララがその間にみんな病気になって家を失って、クララはそうなってほしくありません。皆さんがスバローグを説得する自信があるなら、皆さんクララについてきてください。ブローニャ、さっきの話すごく良かったわよ。そんな大げさに言わないで。私はただ本音を言っただけ。
だいま、ティミ。おかえりなさい、クラーラさん。ティミ、門を開けて。部外者検出、通過させますか？大丈夫だよ、みんなクラーラのお客さんなんて。命令受信、門を開放。ようこそ、クラーラさんのお客様。できればスバローグを怒らせ。安心してクラーラちゃん、うちらはちゃんと合理的に話すから。話し合いはあんたたちに任せるわね。ロボットと話し合うなんて。準備はいいか？ただいま、スバローグ。集落のエネルギー供給システムが復旧したようだ。感謝する、クラーラ。だが、なぜこの者たちを連れてきた？スバローグ、この人たちは上層部のことについて相談したい。分析開始。分析結果、対象は遅延に属さない。背景不明。クラーラの紹介に免じて発言の機会を一度与える。ねえ、話し合いに応じてくれるみたい。ほら、あんたの巧みな話術の出番だよ。平和を求める、理解。だが、それはあなたたちの一方で、私の態度についてはあなたたちとの交渉の件。本題に入ろう。この世界の貴重な時間を無駄にする。あんたの発言を全部突っぱね。自分の足を自分で引っ張るな。俺たちが計算上の変数であることを納得させるんだ。正確。データベース検索。アクセスブロック。あなたたちは世界の封印された秘密に触れた。この秘密を知って目標状況の再評価。脅威指数上昇。やはり彼は性格を知っている。だがこの話題は危険だ。ここまで来て隠す必要があるわけ？こいつにはっきり言いなさいよ。記録の中で、人類は性格との接触を何度も試みている。彼らは必ず人間の私欲のために喧騒者命令、性格に接触しようとすれば深刻な結果を招くことになる。どうしよう、なんかまずくない？あなたたちが例外である根拠はない。平和維持プロトコルの一時解除。殲滅って？交渉決裂だ、ミツキ。スバローグ、やめて。クラーラ、ここをクラーラ、危ない、どこかに隠れて。結局はこうなるの。プロトキ3号監督ロボット、スバローグ、殲滅を許可。警戒して。くらえ。どけ、騒ぎを起こした。生死虚実、一年の動天元気、超無意企画。礼儀の待ってないお客。ラッキースターは誰かな？即戦即決で行こう。
破るためにある。楽にしてあげる。星の祝福をあなたに。うちってばなかなかやれ。やっ、検索完了。まったく、お医者さんがいないと安心して戦えないでしょ。みんな戦闘に専念してちょうだい。私がすぐ後ろにいるから。ナウタ、どうしてここに。何を言っても無駄な気がしたので奥の手を用意しておいたのです。散歩、やっぱりあんたが。支援武装員の侵入を多数確認、全て危険度高、全員殲滅する。殲滅執行。警察中。破るためにある。はっ、ぎゃ。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。すべては星々の戦、星の秘密を求める鍵よ。開拓者たちに真なる祝福を。生死虚実、一年の間、同天元気、超無一角。ふっ、はっ。警戒して。はっ、はっ。うちに出くわすなんてついてないね。動かないでね。今祝福してあげるから。避けてね。始めようか。くらえ。争いに意味はない。せい、はっ。うちがいるんだから負けないよ。前進。限界値超過。殴ったね。変数強化中。即戦即決で行こう。やっ、うちの出番。ほら、討伐開始。システム実行。ルールは破るためにある。生死虚実、一年のマナイ、同天元気、超無一角。ふっ、はっ。今さら後悔しても遅い。はっ、せっ、はっ。始めようか。うちに出くわすなんてついてないね。動かないでね。今祝福してあげるから。逃がさない。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。検索完了。殴ったね。モジュールカフカ。どけ、騒ぎは。星の祝福をあなたに。殲滅執行。システム実行。すべては星々の戦、星の秘密を求める鍵よ。開
開拓者たちに真なる祝福を。うちの出番。いや、即戦即決で行こう。あんたの番だよ。和平交渉停止。私の負け。争いに意味はない。今だ。うちに出くわすなんてついてないね。うちがいるんだから負けないよ。誘った覚えはないけど、ラッキースターは誰かな。計算中。あっち行って。限界値超過。逃がさない。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。生死虚実、一年の同点元気、超無意企画。ふっ、はっ、礼儀のなってないお客さん。やれやれ。うちってばなかなかやるじゃん。ほら、争いに意味はない。はっ、せっ、はっ、家族。システム再起動中。再起動成功。変数1。クラーラの願い。評価結果更新。決定権を部外者に移行。これって成功したってことかな。クラーラがいてよかった。スバローグの氷のようなロジックは、彼のメモリーに性格に関するデータが残っているといいの。これで終わりなの、ナタ。私たち遅延、それから仮想部は違うわ、ゼル。私たち、そして彼らの戦いは、というよりは、なんだか胸がひどく痛い気がする。準備できた。真実を明らかにして、そばで聞いてるから。性格に関するデータと音声記録の整理終了。データベース呼び出し要求。ナンバー1。データ呼び出し完了。目の前にあるのが長年の研究成果でございます、守護者様。証拠から見て、いわゆる性格が全ての災いの根源だと書く。このような結果を国民が受け入れることは難しい、博士。偉大なるアリサランドこそがこれを起動させ、
この世界を寒波で覆った張本人だと。真実は守護者様、真実は大勢の人の考えで変わるものではありません。あなた様の目の前にある研究報告はベロブルグの最も優れた学者たちの努力の結晶であり、その権威を。博士、私はあなたを疑ったことはない。この地位に着いた瞬間からあの声、彼らの声が脳裏にこびりついて、あなたに言うべきではなかったな。研究の話に戻ろう。博士、これらの研究を人々に公開することは、もしくは何です？もしくはあなたたちが性格を完全に破壊する方法を。わかりました。孫悟の名のもとに。1、3、1、7、5、再生完了。わかりません、博士。なぜ貴重な研究成果を隠すのです？あれはあなたが心血を注いだものなのに。君は大守護者様、彼女は私たちよりずっと深く考えておられる。私はただ残念です。私たちの研究が停滞し、あなたの成果が闇。残念に思う必要はない。君にはまだ時間がある。2、4、8、3、0。なぜ、どうしてここにロボットがいるのだ？これはミアシャイマー博士が生前に利用していた個人的な護衛ロボットです。博士と彼の助手が死んでから手つかずのままここにあるようです。ほう、なるほど。見つけました、守護者様。うん、いいだろう。守護者様、このロ…ああ、壊すにはもったいない。システムをリセットして仮想部に置いてこい。開拓団が自衛機能を持つロボットを必要。はい。ごめんなさい、博士。でもこの成果はいつの日か必ず。5、7、6。これで真実が明らかになったんだよね。それから今の状況を見るに、今残る疑問は一つだけだな。なぜカカリアは急に考えを変えたのか。ブローニャ、大丈夫。ただお母様、どうして。いや、きっと知らなかったのかも。だって自分を騙すのは終わりよ、ブローニャ。選択する時が来たの。こっちで話できるかしら。この情報を消化するのに時間が必要なのはわかるけど、それでも次の計画を早く決めなければ。炉心、地上に続く道はありがとう。君たちのおかげで仮想部に新たな希望が芽生えた。今回は散歩に感謝して。彼の情報のおかげで遅延のボスとして、君たちが仮想部のために戦っているのを黙って見ているなんてできない。つまり医者のナターシャが遅延の。オレグ、彼には長い間私の代理として、彼の勤勉さのおかげで仮想部の人々の生活を改善する時間が生まれ、人々をなるべく路上で飢えさせないようにすること。君たちが現れたことで、私がずっと温めてきた計画も。仮想部が再び自由になった時、人々は君たちを英雄のように称える。でもスワローグが炉心の封鎖を解いたとはいえ、地下の人たちはまだあの冷酷な大守護者は嘘と策略で上と下を分けた。もし地下の変化を知ったら、
何をしでかすかわからないわ。知恵には勢力を養い力。いいえ、私の最も信頼する人を。ゼール、君たちの前では態度に出してないのかしら。彼女は一緒に行動したいと。ゼーレは普段は無頓着に見えるけど、彼女の心の中には鏡があって、それに偵察が得意で頭の回転が速く決断力もある。きっと力になるわ。スワローグから得た情報は彼女にとって大きな衝撃だったようね。でもそうだ、君たちずっと休んでいないわよね。リベットタウンから帰ってきて。体は革命の資本よ。ここで体調を壊したら元も子もない。運が味方をしてくれれば明日には上層部に行けるわ。均衡、宇宙の均衡は保たれるべき。均衡の仲裁官より汝に試練を与えよう。諸界の平衡を保つ。試練を乗り越えられたら天秤を揺るがすほどの力が汝にある。均衡、汝初回は これで仮想部のことも解決できたし。でも今にして思えばクララちゃんには申し訳ないことしちゃったな。お前は全力を尽くした。だから気にするな。責任は事前に万全の策を講じなかった。誰が悪いとかじゃないから。前向きに考えれば今の結果だってなかなかいいんじゃない。任務が順調に進んでる。しかしまだ分かっていないことも多い。ああ、彼女が急に態度を変えたのには、それに俺たちはまだ正確に今ある手がかりだけでは夢。あ、そういえば変な夢を。3回とも同じ内容で、係屋ともう一人の声が聞く。偶然で済ませるには。もしかしたらそれらの夢は無秩序な空想ではなく、もしかして彼女の体内にある巣。俺はそう推測する。え、それじゃわからないのと一緒じゃん。塵も積もれば山となるだ。今日のところはもう休んで、明日また遅延の者たちと相談しよう。それにまだ重要人物との話し合いが済んでいない。彼女と係屋の関係が状況。
おかえり。遅延から聞いたわよ。いろいろあって疲れたでしょ。ほら。ほら、あそこを見て。あそこは昔リベットタウンでも一番荒れてたところなの。あそこで兄さんや姉さんたちと一緒に次はどこで食事にありつけばいいのか悩んでたわ。それから私はナターシャと一緒に本を読んで字を書くことを学び、ボスとコークの見回りをして、たまに素行の悪い奴らにお灸を据えてやるようになった。そっか、よかった。ごめんなさい、地下の生活はこんなにも辛いものなのに。別にそこまでしょぼくれなくても。私はただゼーレが少し羨ましくて、読書や訓練をしながらお行儀よく過ごす自分が何者かを思い出しなさい、ブローニャ。喧騒者の言葉に背いているわ、ブローニャ。淑女たる者、そのようなことを言ってはいけないわ、ブローニャ。そんな生活を羨む人もいると思うけど、私は少し嫌気がさしてた。確かに想像もつかないわね。それより喧騒者の名において貴様の鼻に槍を突き刺それだけ？そんなんじゃ痛くも痒くもないわ必要ないからだ。鼻に突き刺すよりは脅しになると思うけど。まさかこの私が未来の守護者と笑い合ってるなんてね。私、上層部の人をあんまり見たことがないの。シルバーメインの老兵から聞いたんだけど、封鎖の命令が下される前は地上も地下もあまり変わりなかったらしいの。みんな同じものを食べ、同じことを話し、同じ祭日を祝う。私たちの世代は育った環境こそ違うけど、人生の喜びや悲しみ、人と人とのつながり、上層部と下層部をつなぐ橋を再び架けることができれば、きっと隔たりのない時代に戻って、うん、私はあんたみたいに高尚なことは言えないけど、それがあんたの望む未来なら。ありがとう、ゼール。あなたの信頼は。それで次はどうするつもりなの？スバローグから聞いた話。ええ、心の準備はできたと思う。私が守護者の後継ぎであり続ける限り、いずれたどり着くことになる真実なのに、どうしてお母様はそれらを私に隠し、さらには性格の本質を。だから決めたの。私は今の私にできることをする。あんた、待ちなさい。本気なの？もう決めたことよ、ゼレ。私はカカリアス娘としても、シルバーメインとしても、私には面と向かって還元する気。ブローニャ、ゼレ、あなたにこれを託す。私の代わりにあのよそ者たちに渡してほしい。仕方ないわね。あんたは自分が何をしようとしているのかよく分かってるみたいだし。じゃあ待ってるね。ゼーレは
幼い頃もここで景色をな…もちろんよ。ただあの頃はこの景色がどれほど貴重なものなのか本当に素敵だわ。よく寝た。そろそろナノやタンコウと合流しよう。やっと起きてきた。うちとタンコウはもううちらの体内時計って合わないんだね。あんたって夜中に起きてるかお昼まで寝てるかのどっち。それで昨夜は例の夢を見たのか。なるほど、それじゃぐっすり眠れたわけだ。では遅延を探して今後の計画を立てよう。そうと決まれば早く行こう。ほう、これはこれは、なんとスバローグの天敵下層部の大英雄、それから同じく大英雄の反応早いね。ナターシャはいないのか。彼女はいろいろと後片付けがあって忙しい。何かあれば俺に聞いてくれ。それにしてもお前らには申し訳ないことをした。悪かったな俺。それならよかった。ナターシャは昔から慎み深いや。ナターシャからお前らを安全に上層部へ案内しろと言われている。それでいろいろと考えたんだが、やはり一番安全なのはこい。あなたたちを連れてきたのは僕ですから。今回は気絶させたりし。そんなことしませんよ。今回は炉心を通って。う、僕は皆さんの話し相手になって差し上げましょうっていうのは冗談。くだらないこと言ってないで、ちゃんと案内役に。待て、ブローニャはまだ来てないのか。ブローニャなら先に戻ったわよ。彼女と大守護者の関係なら。あ、え、ブローニャ、うちらを置いて先に戻ったの？なんで止めなかったの？そういうこと。彼女背負ってるものが多すぎるのよ。そうだ、ブローニャにこれを渡すよう頼まれたの。ブローニャが残してくれた手紙。あ、もしかして噂に聞く虎の巻ってやつ。ふざけてないで。彼女も考え抜いた末に行動しているはずだ。
だが、あの第四護者の考えは、三歩、ランドゥ兄弟には詳しいか？ランドゥ、弟とは長い付き合いですが、姉は弟よりさらに恐ろしい存在です。出発したくなったらいつでもお声掛けください。